カール・リッター・フォン・ゲイガは、オーストリア帝国の鉄道技術者。グログニッツとミュルツ・ツー・シュラークを結ぶ、ゼメリング鉄道を設計した。1802年に当時は、ハプスブルク家の支配下にあったベネツヤアで、アルバニア人の家族に生まれた。18歳で、パドバにて、数学の博士号を取得した。彼は、ベネツヤアで道路と治水に携わり、 エンジニアとしての人生を歩み始めた。1836年から1840年にかけて、ブルノからブジェツラフまでの鉄道建設の監修をした。この鉄道は皇帝フェルディナンド牧鉄道と呼ばれている。1836年から翌年にかけて、イギリスをはじめとするヨーロッパ諸国の鉄道を視察して回った。1842年には、 将来の国営鉄道計画の全権を任され、北米を視察。国鉄に戻ると、グラーツ、トリエステからミュルツツーシュラークを結ぶ、鉄道計画に着手する。ゼメリング峠の通過は、不可能と思われていたが、早くも1844年には、追加機場を必要としない蒸気機関車で峠越えを、行う、という内容の構想案を提出する。 建設が完全に決定される前に、ゲーガは勾配を克服できる蒸気機関車の製造を開始した。1848年にウィーンとトリエステ間を結ぶゼメリング鉄道の建設を開始し、1854年完成した。現在では世界文化遺産に登録されている。1851年、ゲーガはその功績を評価され、騎士に助される。 1853年には、オーストリア帝国の全国鉄道のお設計画の主任に任じられた。その後トランシルバニアでの鉄道建設を任されたが、1860年ウィーンで、結核で死亡したため、その完成を見ることはなかった。ありがとうございます。